どうも、向井ワンダーランドです。俺はい、なんすかこの格好は。あー、今日はね、セーター。うん、まあ要はね、いいパパになろうと思って。やっぱいいパパってのはセーター着てんですよ、みんな。これ間違いない。そう、そうかね。そう、うん、いいパパは全員セーター着とるけで、このメガネね、このメガネと、うん、このセーターでもいいパパになってます。あー、確かに温厚そう。今日はね、うん、まあいいお父さんになるための練習をしようと思っていいお父さんになるため、いいお父さんになるための練習を、うん、無理だ。要はね、いい、おい、た、た。俺も将来こう、ゆくゆくは結婚してお父さんになるでしょ。無理だろ。たっつい、つい、口を挟まない、ね、口を挟まない、うん、まあ俺が将来ね、うん、あの、いいパパになって、で、楽しくくらい無理だろ、おい、つい自分からで、なぜ無理かというと、おいなぜ無理かというと、あの、説明すんの。要は願望ですから、うん、今日はいいパパになりきって、ね、ああ、で、そのパパにもいろんな段階があるじゃないですか、うん、例えば子供が小さい時のパパ、うん、ね、子供が高校生になった時のパパ、その全てのそのパパをやっていきます。で、今日ね、あの、ボクシーいいでしょ。あ、今日やっぱなんか、そうそう、お父さんってやっぱボクシー乗るイメージあるじゃん、ね、やっぱ反町隆史さんのイメージもあるし、うん、あの CM では子供とお父さんがドライブ行くっていう CM。 なるほどね。でもういいパパはみんなボクシー乗っとるけん。そうなの。そう、ボクシーとセーターで、今日はちょっとボクシーを運転しながら、うん、ちょっといいパパになってみたいと思います。行きましょう、ボクシーでパパの旅へ。もしもし、はい、生まれました、生まれました、生まれました。あ、本当ですか、ありがとうございます。わあ、あ、すいません、生まれました。あ、よかった、母子ともに健康で。あ、本当です。わあ、すいません、ありがとうございます。今から向かいます、今から向かいます。はい、はい、わあ、ぶっ飛ばすぜ。あ、お腹すいたか。ええ、お腹すいた。あら、大輝、なんだそのゲームは。なんだそれ、え、それ楽しいやつか、楽しいやつか。え、パパの話より楽しいやつか。もう笑わないか。そっか、楽しいかそれ。そっか。おし、大輝、しりとりするか。うん、しりとりしよう。うん、よし、じゃあ大輝からで。リンゴ。リンゴで、ゴリラっつったらこれベタだから、これベタな、これベタ、ベタって何、ベタってなんで、これなんて言うんだろう、そのもう型にはまったっていうね。型にはまった、そうそうそう、大輝にはちょっと型にはまった、大人になってほしくないわけ。うん、だからね、パパはこうゴルバチョフ。な、何それいいんだよそういうのがね、うん、風船。運がついてんじゃねえか。運がついてパパの勝ちだ。じゃあ俺がゴルバチョフ君って最初に言えばよかったな。そういえばこの前テストどうやった？ん？テストあっただろ。お、100点だって。100点？うん。100？ うん。99とかじゃなく 100？ うん、100。すごいじゃねえか、おい。俺あの学生時代30だったからテスト。本当？本当だよ、めえ。で、100はすごいな。ちょっと今日は焼肉だよ、焼肉。え？焼肉だよ、当たり前じゃん。やった。おー、まあちょっとパパがパチンコで勝ったらな。え、ちょっと車で待っててくれ、ちょっと。え、うん、ちょすぐ終わるから。うん、あと1000円ある。はぁ、初めて学校呼び出されたよ。あれだな、あの吉田先生、あれ美人だな。いや、そんな。でお前なんだってお前授業中鍋やるんだよ。お腹空いたから。先生びっくりしてたぞ、お前、もくもくもくお前、冬だしじゃねえよ、お前。お前、母さんさっき言ってたけどよ、お前、今日鍋らしいぞ。マジかよ。そう、鍋らしい。で、お前、鍋じゃないのにすればよかったんだよ。あと、お前、鍋ってちょっと、お前、ちょっとセンスないな。え？いや、ありがちじゃない、お前。ありがち、ありがち。だから、すき焼きとかの方がおもろいんじゃないか、お前、すき焼き。じゃあ、今度、すき焼きにする。卵をこう、溶かして、お前、なんかあの感じがいいじゃないか。いや、でも、すき焼きも、お前、一回鍋やってるからダメだよ、お前。どっちなんだよ。チョコフォンデュとかやったらどう？これで全部揃ったか。うん。
たび一人暮らしするのってお前金かかるんだな。全部揃ったぞ。お前20万ぐらい使ったぞ。ありがとうありがとう。お前なんかお前二重構造の炊飯器かも買ってたな。自炊すっからさ。自炊すっからってしないしない。お前自炊なんかしないよお前大学生は。いやするよ。しないしないしない。お前二重構造の炊飯器が買いやがった。お前うちにもないぞあれ。うちお前一重だからな。一重って言わないでしょ。元気でやれよ。たまには実家帰ってこいよ。まあまあな、うん、まあ偉そうにすんじゃねえお前。二重構造の炊飯器が買ってんのにお前。ああお前二重構造でも大学はダブんなよお前な。どうだ仕事は。いや大変だな。大変だろう。大変なんだよ働くってのは。ああどうだお前続きそうか仕事は。あと2年ぐらいじゃない。2年ぐらいか、うん、給料はどれぐらいもらってんだ。全然だよ。全然いくらだよ。いや手取りで17、18。勝った勝った父さんの勝ちだ。それだけが今日気がかりでな。抜かれてんじゃないボーナス3ヶ月出るよ。まだ勝ってるよ俺の。お前まだ勝ってんだお前。ああ偉そうにすんじゃないお前。二重構造の炊飯器かも勝ってんだ。まだ言ってんのかよ。乗って乗って。こんにちは、はじめまして。はじめまして、大輝の父親です。いやわざわざ遠くから来てくれてね、ありがとうね。大輝もあれ遠かったやろ、うん、なあ。まあまあ、ああま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 あ、ああおおい、かわいらしいじゃん。ああ、ごめんなさい。いや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 、大輝が結婚するとか言ってね。びっくりしたかな、お父さんも。ああ、楽にして、さっきちゃん、楽にして、楽にして。うん。おはん。帰ったらお寿司あるから。食べれる？お寿司あんの？うん、さっきちゃん食べれるかな。寿司食べれるっしょ。うん、食べれるね。うん、よかったよかった。ご確認ください。はい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 。ああ、緊張したね。緊張した。ああよかった。ああ変な人じゃなくてよかった。ああどんな人を連れてくるかな思って。ああ変な人じゃなくてよかった。ああさっきじゃん変？あら、カイト君どうした？泣いて。どうした？じゅうちゃんが何聞いてあげようか。何？うん？お腹空いたのかね。これ大輝が昔ものすごい笑ってたんだよこれ。着いた着いた。着いた。あ着いたか。うん、ああそうか。運転ありがとうね。着いたよ大輝。そういえばさ、うん、免許をさ返納しようと思ってさ。ああそうなの。うん、まあ、まあいいんじゃない。もう十分乗ったよ。うん、お前このボクシー乗るか。これ、うん、これ乗っていいよ。いやいやだってだいぶこれさもう50年ぐらい乗ってるけどさ。50年。でも車屋さん行ったらあと200年は乗れるっていうから。とかよ、うん、本当、うんうん、であと10億キロぐらい走ってるけど、まあ、あと200億はいけるだろう。おかしいぞ計算それ。まあでもいろんなとこ行ったな。生まれました生まれました生まれました。運がついてんじゃねえか。運がついてで100はすごいな。ちょっと今日は焼肉だよ。焼肉。え焼肉だよ当たり前じゃん。チョコフォンデュとかやったらどう。だからあげるよこのボクシング。もらおう。うん、うん、40万円金取んの。だってお前あれじゃん、あの二重構造の炊飯器釜買ってたじゃん。どうもいかがだったでしょうか。いやーよかったんじゃないですか。本当にね、やってて私も感動しました。何その喋り方。いやなんかちょっとこう入っちゃってますね。あ入っちゃってんの、舞台挨拶みたいな。もう俳優さんの感じなんだね。俺的にはちょっと反町隆史さんを意識してやったんですけど。何ですか。反町隆史さん。どこがすごいでしょ。どこがよ。いやもう完全に反町隆史やったやん途中。一瞬マジであの
気づいてないけど、多分後でこの動画見返したら分かるけど、一瞬マジで反町隆史さんになってた時間あった。あ、なってた。なってた。あ、じゃあちょっと完全にチェックしてみるわ。で、反町隆史さんが俺になってた時間があった。なんでなんで入れ替わってんだよ。あれっていう。そっちはなる必要ねえんだ。急に変な変な人が今いる。変な広島弁のなんか変な人に。顔濃い人が現れたんですけどってなってたと思う。向こうで。あ、そうですか。じゃあ帰りますわ。帰ろう。ちょっとじゃあどのパパで帰ろうかな。大学生の息子がいるパパで帰りたいと思います。いいじゃん。あれいいよね、あのパパね。なんかね、うん、わかるわかる。じゃあ大輝帰るから。はい、あ、おう、どうぞ。おう、おう、おう、お前、あれだろ、お前ちゃんと遊ばず勉強もして、うん、まあ遊ぶのもいいけど、うん、あれだよ、合コンあったら呼んでくれ。呼ぶか。うん、強いから合コン。ママに内緒だぞ。ああ。